広安王妃京国9月23日から1939年8月18日は、日本の皇族。伏見宮広安王の日。徳川幕府15代将軍、徳川義信の救助。母は、側室の新村新。高松の宮妃、菊子のおば。王子女に、広吉王、京子女王、課長の宮広忠王、広信王、厚子女王、友子女王、広秀王。 生後間もなく山田友次郎に預けられる。1885年10月、徳川邸に戻る。1889年7月、姉、筆子、妹、いとこら姉妹6人で、静岡から東京に移る。1891年4月、明治天皇の娘、政子内親王、房子内親王の遊び相手として、姉、久子、妹、いとこと共に、 赤坂離宮に招かれる。1889年9月家族女学校に入学。1897年1月9日、課長の宮博安王と結婚。1904年1月15日、課長宮から伏見の宮に復九1939年7月下旬、左胸六膜炎になり、体調が悪化。同年8月18日に皇居。墓地は、 東京都文京区の豊島岡墓地。家族女学校年法。第1から5。2020万128閲覧。官報第4472号。除人及び。事例1898年5月30日。官報号外。除人1906年11月3日。官報第7578号。付録。事例1908年9月28日。 ありがとうございます。